谷のとんでもないファンが出現。翔平私の人体を使って。衝撃の緊急降板で右肘の靭帯損傷が判明したばかりの大谷翔平だが、本人はどこ吹く風か打者として出場し続けている。27日のメッツ戦でも3打数2安打2四球2盗塁と怪我人とは思えない圧巻の活躍を披露した。MLB 最高の打者に対する警戒は当然で、この日も申告敬遠があると球場から大ブーイングが巻き起こった。それだけ現地ニューヨークでも大人気の大谷翔平だが、この日大きな注目を集めたのは、ある女性ファンの掲げたボードだったという。手作りされたそのボードには、大谷翔平どうか私の靭帯を使ってください、といった熱烈なメッセージが書かれていた。いや、気持ちはわかるけど。それができるなら全国から靭帯が届いてるわ。それだけ熱狂的なファンが多いのね。俺のも使ってくれ。みんなが大谷の投球をまだ見たいよ。もう二度と投球を見れない可能性だってあるからな。打者だけでも MVP 級だけどやっぱ二刀流が見たいな。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメントも気軽に待ってます。